台風10号は午後3時現在、潮岬の南東およそ60キロにあって、これから県内に近づく見込みです。降り始めからの雨量は天城山で755ミリ、静岡で 669.5 ミリなど、各地で記録的な大雨となっています。午後2時40分ごろには、葵区を流れる秋山川の一部がおとといに続き越水したとして、市が再び周辺住民に避難指示を出しました。今下がってますけど、これ急に雨が降るともう一気に増水しますから、今下がってるかって全く安心できないんで。県内は明日午前にかけ線状降水帯が発生する恐れがあり、厳重な警戒が必要です。